自分を許すことができて、人を受け入れることができて、そこに一番必要なのが想像力と理解をするっていう人間だけが持っている特別な力。今年はそれを私も一番に胸に置いて生きていきたいと思ってます。今年生まれたあの子のために、このお米でおかゆを炊きましょう。うすらと開いた小さな口に、おさじですくって運んで、夜が朝に別れを告げて、山の向こうの空へ帰ってゆく。まだ青いカラスリが目を覚ます。私は今日この世界に何をあげられるだろう。思い出してあなたの生まれた日、あなたはどんな人になりたかったの。優しさが繰り返されて、優しさが繰り返されて、繰り返今も私を動
かし続けているよ。繰り返されてゆく。